のキャラ自分で書いておいてなんだかマジでハンサム。ピッ、おにゃらら、あの犬、内緒、サニーでは私のタイプ。それにしても自分に似たタイプの女子をヒロインにして理想のタイプの男性とくっつけるパターンから抜け出せない。ああ、私もいつかこんな風に幸せになりたいな。私の名前はハル。子供の頃からイラストを描くのが好きで、将来はプロの漫画家を目指す女子高生だ。今は自分でキャラクターもストーリーも考えているが、こうしても自分の理想を落とし込んでしまい、構成が偏ってしまうのが悩み。そして何よりもうちの両親が。ハル、またそんな絵ばっかり描いて。ちょっと勝手に触らないでよ、大事なものなんだから。ねえハル、お母さんに教えてほしいんだけど、この漫画の束は何なの？私は自分の漫画を新人部門に応募するために密かに準備を進めていた。しかしうちの両親は昔から私が漫画を描くことに反対していた。それなのに作成途中の作品が見つかってしまったのだ。それはただの試作品だよ、練習よっていうか。あっそ、じゃあ捨てるわよ、ゴミでしょ。いや、ちょっと待って。私が密かに準備してきた漫画は母親によって破られ捨てられてしまった。その瞬間私はあまりのショックで固まってしまった。一生懸命描いたのにひどい。どうしてそんなことするの？何と言ったらわかるんだ。そんな無駄なことをしても人生では何も意味がない。着実に俺たちのような教師になる方がいいって言ってるのに、どうしてわからないんだ。お父さん、だけど私は絵が得意で。こんな落書きでよく得意だとか言えるよな。誰かに言われたのか？私の両親は二人とも教師をしており、私が漫画家になることは大反対だった。というよりもむしろ今まで私のことを一度も褒めたことがない。私は小さい頃から学校のテストや運動会などのイベントで両親に認めてもらいたくて頑張ったが、両親は私を認めるどころか、それがどうしたという態度だったのだ。どうしてお母さんたちは私の好きなことを否定するんだろう。私は両親に一生懸命作成してきた漫画を捨てられて学校でも落ち込んでしまっていた。そんな私を見かね、カナデやラムたちが話しかけてくれた。ハルちゃん、元気ないみたいだけど、どうしたの？そうよ、朝から暗いじゃない。僕も旗から見て心配してた。体調でも悪い？実は今度の新人部門にオリジナル漫画を応募しようとして密かに準備していたんだけど、昨日それが親にバレて漫画を破られて捨てられちゃったんだ。そんなことするなんてひどいね。ハルちゃんの絵プロ並みにうまいのに、どうしてお父さんたち分かってくれないんだろう。うちの親は二人とも教師で安定志向だから絵なんて描いても無駄だって。だから私も教師になれって一方的に言われて、私の話は聞いてくれないんだ。そんな親いるんだな。そんな子供の将来を潰すような言い方よくできるよね。うちの親って昔からそうなの。私が子供の頃、学校のテストで徹夜して勉強して100点取っても、運動会のリレーで1位になっても一度も褒めてもらえなかった。どうしたら認めてくれるのかわからないんだ。ハルっていつでも明るいし友達も多いから、そんな悩みを持っているなんて初めて知ったよ。そんな思いしてたんだね、知らなかったよ。でもそんなの見返してやりなよ。漫画でも結果出して私はできるって証明してやればいいじゃん。ねえ、帰りも黙ってないで励ましてよ。ああそうだよ、俺も美術とかで見るハルの絵はいつもうまいなって思ってたぜ。そうだよハルちゃん、素人目から見てもハルちゃんの絵って人を引きつける魅力があるもん。応援するからね。ありがとうみんな。うん、そうだよね。奏たちに相談してよかった。そうだよね、めげずに頑張ろう。ハルちゃんなら絶対できるプニー。勝利の女神は努力を好むっていうプニー。そうプニー、僕は何度でもハルちゃんの失敗を受け入れるからね。たくさん挑戦しようプニー。そんな中、早速漫画の再作成に励む私だった。家では親の目線があるので、学校の空き時間はできるだけ漫画作成に当てるようにしていた。はるちゃん、漫画作ってるんだって？かなでちゃんたちに聞いたんだ。どう？進んでる？ちょっと今展開どうしようかなって悩んでるけどね。そうなんだね、頑張ってるね。これ、知ってるかもしれないけど、こんなのもあるみたいだよ。どうやら成田は奏やラムたちから私の漫画の事情を知っていたようで、いろんな新人コンクールを開催している雑誌や本を見つけては
私に紹介してくれた。私にはそれがとても優しく、温かく感じた。成田が私の漫画制作の活動をさりげなく応援してくれるようになってから、私たちはよく話し、一緒に帰ったりするようになった。そんな中で、お互いに自然に好意を持つようになり、私たちは付き合い始めたのだ。成田、今日も漫画のアドバイスありがとう。すごい参考になるし、助かるよ。いいんだよ。僕もはるちゃんの漫画読むの楽しいし、それに毎回上手くなってるよね。すごいよ。そうかな。ありがとう。次の休日、私は両親に連れられ食材の買い物に出かけていた。その時、あれ、はるちゃん、おーい、偶然ね。ラム、ほんと偶然。ラムたちも買い物？いつもはるがお世話になってます。ラムちゃんは背が高くてモデルさんみたいね。将来が有望そうでいいわ。いえいえ、そんなことないですよ。はるちゃんは絵がとてもお上手と聞いています。羨ましいですわ。そんな上手だなんて全然ですよ。この子は毎日無駄な落書きばかりしてて情けないったら。こんなことが将来何の役に立つのかね。お父さん、そこまでおっしゃらなくてもいいんじゃないですか。お言葉ですけど、春は本当に絵の才能があると思うし、他の科目の成績だって優秀なんですよ。少しくらい認めてあげたっていいじゃないですか。そうですよ。自分の子供が好きなことを親なら応援してあげたらいかがですか。あまりにも春ちゃんがかわいそうですよ。まあ、うちのことなのでお宅には関係ありませんから。何よ春、何かあったらいつでも言ってね。ちょ、お父さんお母さん、さっきのひどいよ。ラムたちは私のためを思って言ってくれたのに。あんたのくだらない漫画を応援する友達なんているのね。俺もびっくりしたよ。あんな友達がいるから春はずっとくだらないことに夢中なんじゃないか。このまま自分の気持ちを言えないままじゃダメだ。お父さんお母さん、あのね、私小さい頃からお母さんたちに褒めてもらいたくて、認めてもらいたくて、勉強も学校での作文コンクールとか運動会とかでもずっと頑張ってきたんだよ。なのにどうして私の好きなことでさえ認めてくれないの？はあ、あんた何でもできすぎて、それが子供っぽくなくて気持ち悪いのよ。それに教師になるのがいいって何度も言っているのに聞かないし、本当に使えないやつだ。そんな、私ただ認めてほしくて頑張ってきたのに、そんなのってないよ。あんな人たちもう親じゃない。認めてもらいたくて頑張ってきた私がバカみたいだよ。もうこんな家にいたくない。私はそのまま家を飛び出した。残りの高校生活はラムの家で居候させてもらえることになった。ラムの家に迷惑をかけてしまうことは申し訳なかったが、アルバイトをしてラムの家に食費などもできる限り支払い、なんとか学校を卒業することができた。私は学校を卒業した後は漫画家のアシスタントとして就職した。毎日少しでも絵を描ける環境に身を置きたかった私にとって願ってもない職場だった。成田から LINE だ。今日もお疲れ様。僕は今日のプログラミングの課題が手強くて苦戦中。成田はもともと興味のあったプログラミングが学べる大学へ進学。私たちはそれぞれの道を歩き出していた。お互い会える時間は減ったが、付き合いは順調で、今でも私は成田の存在に支えられていた。私と成田はお互いの道を進みながらも、年に数回は会うことを繰り返し、安定した付き合いを続けていた。久しぶりに会えて嬉しい。今日のために仕事頑張ってきたよ。成田、就職決まってよかったね。俺も会いたかったよ。うん、ありがとう。大手のメーカーだから頑張らなきゃ。私は少しずつではあるが、単独で漫画を描かせてもらえるようになっていた。一方成田は大学で専攻していたプログラミングの技術を買われ、大手自動車会社に就職が決まったのだ。春、これ僕が自分で選んだ指輪なんだけど、その、僕たち結婚しよう。え？マジで嬉しい。本当にありがとう。私たちはその後、慣れないながらも一緒に生活を始め、幸せな社会人生活を送っていた。最近の主要な車って全部成田が考えた技術が搭載されているんでしょ？本当すごいよね。うん、この前特許が取れたからね。それで今度、ドキュメンタリー番組で特集されるんだって。すごいね。その番組見るの楽しみ。
成田が発明して特許を取った技術は日本中で当たり前になっており、ドキュメンタリー番組で特集が組まれたのだ。その番組は有名なテレビ局のものだったため、これを見てその特許を取ったのが成田だと知ったある人物が連絡をしてきた。ねえ春、気分を害さずに聞いてほしいんだけど、今日うちの会社に春のお母さんから連絡があったんだ。成田の会社は大手なので、どうやらそこから成田を探し出しコンタクトを取ってきたらしいということが分かった。私の両親は数年ぶりに私に会いたいということだった。今更何も話すことなんてないけど、突然の家出に後ろめたさがないわけでもない。お母さんたちはどうして今更会いに来るんだろう。別に無理して会うこともないんだよ。ううん、大丈夫、会ってみる。正直数年ぶりに会う両親とどんな話をしたらいいのか分からず不安だった。しかしついに数年ぶりに私たち親子は再会したのだ。久しぶりね、元気にしてた？まあなんとか。お母さんたちは？こちらも元気でなんとかやってるよ。仕事の方はどうだ？うん、私も今では一人で作品書かせてもらっているんだ。もしかしたら今なら褒めてくれるかな。春は立派に漫画家として活躍されていますよ。そう、相変わらずなのね。それであんたの旦那だいぶ調子いいみたいじゃない。あんたの服見てもいい生活してそうだし。あのね、私たちそろそろ定年でしょ。だからお金がいるのよ。春、あんたお金余裕あるんなら私たちにお金出しなさいよ。は？何言って、結局はお金なんだ。やっぱり私のことなんて。あのお言葉ですが、今まで散々春が描く漫画を否定しておいて、ここに来て急にお金くださいは正気の沙汰とは思えません。今の生活は僕たちが頑張った賜物なんです。そうだよ、成田の言う通り。あのね、お父さんお母さん、私がやっているのは無駄な落書きだからお金は払えないの。ごめんね、もう帰って。ちょっと春、待ちなさい。親を見捨てる気か。私が家出をした時に探しもしないで何が親よ。どの口がそんなこと言えるの。あんたたちなんか親でも何でもない。は、春。そして私はその後、今まで両親から受けてきた精神的な被害を細かく漫画にして暴露し、自伝ノンフィクション漫画を作成し、衝撃デビューを果たした。デビュー作は教育業界でも口コミで有名になり、私の両親は周囲から白い目で見られ、教師の職を追われたらしい。春、お父さんたちのこともう大丈夫？大変だったね。もういいの、大丈夫、ありがとう。それからは特に何も大きな心配事もなく、私はいつものように仕事に励んでいた。春、ご両親と名乗る人から電話なの、どうする？え、あ、すみません、出ます。もしもし。あ、春、この前はごめんなさいね。私たちよく考えたら春に対してひどいことしてきたと思って、今では反省しているの。もう遅いかもしれないけど。私の両親は今ではビルの清掃業のアルバイトとかを細々としているようだった。両親から謝罪の言葉を直接聞くことができたのは良かったが、私はもう親と関わることがないだろう。春、大丈夫？うん、大丈夫です。使用で会社の電話を使ってしまいすみません。いいんだよ、何でもないならよかった。私たち夫婦はそれから第一子を授かったのだ。無事に出産し女の子が生まれた。この子がどんなことを好きになるのか、どんな未来を進んでいくのか、今から楽しみだ。私は自分が両親に言われて嫌だった言葉は絶対に子供には言わない。どんなことでもできる限り支えていってあげるつもりだ。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。今回のお話いかがだったでしょうか。いやー、はるちゃんが主人公だったんですけど、シリアスでしたね。
結構リアル寄りのエンディングだったのかなっていう印象が個人的にはあります。なので、まあ、実際問題としては結構こういう形で解決とすることが多いんじゃないでしょうか。こういう親御さんとの問題っていうのは、まあ家庭ごとにあるとは思いますけど、なので最初の方はですね、プニちゃんのボールペンとかノートとか出てきて、なんかプニーって言いながら、こういうグッズあったら可愛いなとかね、考えながら楽しくやってたんですけど、中盤以降がちょっと見ていただいた方はわかると思うんですけど、私もだいぶ苦しくてというか辛くて、なんでこの人たちこんなことするんだろうみたいのが、なんだろうな、こういうじっとりした雰囲気でやったことが今まであまりなかったので、いやー、なんか貴重な経験をさせていただきました。人によっていろんな意見があると思いますので、よろしければ皆さんのご意見もコメントでお聞かせいただけますと幸いです。あの、悩んでる人とかもね、文字化するだけで整理されたりもするらしいので、ちょこっと書いてみるっていうのも手かもしれません。ソプラノの視聴者さん優しいので結構相談とかのコメントがあった時に、ごめんなさい、私もここのトークで拾えればいいんですけど、なかなか拾えてなかったりしても、別の視聴者さんがアドバイスをしていたりとかっていう姿がちょこちょこあるので、抱え込むよりはいいのかなと思います。はい、今日はちょっと真面目な感じでした。ということで、今回もありがとうございました。よろしければ高評価ボタンやチャンネル登録していただけますと今後の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。また推しキャラへの応援コメントもお待ちしております。では改めましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。